今回は確実に稼げないノウハウの紹介になります皆様がね、普段これをやってないかなってことを振り返りながら聞いていただければと思います非常に動画は短いですえ確実に稼げないノウハウはずーっと動画を見ているずーっとランディングページを見ているずーっと購入ボタンばっかりをしている稼げないと思いますよこれは稼げるっていうのはどういうことかっていうと誰かに動画を見せていると誰かにランディングページを見していると 誰かにボタンを押させている振り込みをさせているってことだと思うんですよ。で今ご自身がされてるのがね、えー、ご自分でされてるのがどっちなのかなってことを考えていると多分確実に稼げないノウハウを日々一生懸命一生懸命一生懸命やってるんでしょうね。うんだからその対局に回らないといけないと思うんですけどもなかなかできませんとかねいうことで片付けちゃってるんですよ。はい、今回の稼げないノウハウっていうのはこれですよね。確実に稼げないと思います。さあ。 それで,はですね今度はあなたが胸に手を当てて自分がどんな稼げないノウハウをたくさんやってるのかってことをね考えてみるといいんじゃないかなと思いますそして稼げないノウハウを捨てるところから始めていただければ稼げるノウハウだけが残るんではないかなというところでございますそれでは本日は以上です